おじれな。いや、まこっちゃんお願いします。はい、あの、私この間パスタを作ったんですよ。おお、うん、あのパンじゃなくてですよ、パスタを作ったんです。それで本当はトマトパスタを作りたくて、トマトソースが余ってたんで、それを作ろうと思って全部準備したんですよ。もうすぐもう茹でておいてすぐ入れれるようにしてたら、そのトマトソース開けた瞬間トマトソース腐ってたんですよ。腐ってたからもうダメだと思って、でももうパスタ茹で上がっちゃうしどうしようと思って、お店に買いに行ってる時間ないし、だからじゃあもうバター醤油みたいな感じにすればなんとか美味しくなるかなと思って思ってあの醤油をかけたんですね、うん、そしたらその分量があんま よく分かんなくて、かけすぎてもうなんか見た目焼きそばみたいになって茶色くなっちゃった。茶色くなって、ですごいしょっぱいなと思って、これはでそれを私の大好きなお米パンに挟んだ、うん、これは意外といけました。調和されます。なるほど、お米なんで。いや、まこっちゃんそれだよ、それすごいわ。来た来た、今回は出ないと思ってね。だからこういう順序にしてあるのに、マジシャンのハトみたいに。いや、出ました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 。いやだけど、しかも美味しそうだしね、こういう味でね、ちょっとこういう味のパスタパンみたいな、焼きそばパンの。あれカリカもな、まこっちゃん何やれ、動いてるから、脳みそも活発化したんだね。